ではここで眠気王子から解説いたします。ケア君はレベル7、7段を5回飛んで2回目の時にペーパーを2つ落としましたが、お見事でした。リオナ君は5回トライしましたが、飛ぼうとはせず手を入れて崩して通過しました。だいぶ時間